沖風は日本海軍の駆逐艦。峰風型駆逐艦の3番艦である。艦名は沖に吹く風に由来する。舞鶴海軍工廠で建造。一等駆逐艦に類別され、横須賀鎮守布石に編入。1920年12月、同型艦、峰、風、沢風、矢風と共に、第2駆逐隊を編成し、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入された。1930年11月、第2駆逐隊は、第1航空戦隊に編入し、空母、赤城直江として、藤撃の救助を行う、いわゆる、トンボ釣りに従事した。1932年、第一次上海事変に際して、長江水域の諸作戦に参加した。1940年10月11日、横浜港沖で行われた、紀元2600年特別観艦式に参加。1941年10月、大港警備府附属に編入。12月8日より、室蘭、厚岸方面の哨戒、津軽海峡東方での哨戒にあたる。1942年4月10日、横須賀鎮守府に編入され、同日、大港を出港し、4月13日に横須賀入港。4月25日から横須賀串本間の船団護衛に従事。5月25日から東京湾港で対潜掃討を実施。6月2日から24日まで横須賀で入居修理を行った。7月2日から東京湾港で船団護衛にあたる。9月30日から三陸沖方面で対船掃討、船団護衛に従事。11月には横須賀に戻り、東京湾港での船団護衛を担った。1943年1月9日、横須賀を出港し、東京湾港で対船掃討に従事していたものの、1月10日、米潜水艦トリガーの雷撃により、勝浦灯台南方8海里にて沈没した。艦長たちの軍艦誌221から222ページ、及び艦報による。1943年1月10日、トリガーから撮影された、駆逐艦沖風の最後。ありがとうございます。